マガディ湖はケニア南西部にある湖。首都ナイロビから南西に約1 2 0トルリフトバレー州南部にあり、タンザニア国境のナトロン湖が近傍にある。湖の名前はマサイゴのマガットに由来すると考えられている。マガディ湖は水質が pH10 以上の強アルカリの塩湖である。面積は 約100平方キロメートルであり、グレートリフトバレーの東リフトバレーの中にある。この湖は、セイリーンパンの一例である。湖水は、濃い炭酸ナトリウム水であり、莫大な量のトロな鉱石を沈殿させている。場所によって、塩は、厚さ40メートルになる。湖の水は、主に塩水の熱水泉によって、補充され、湖の縁の周りで、アルカリ、石湖において放出される。 この乾燥地域では地表の水はけは悪い。ほとんどの熱水線は湖の北西岸と南岸の線に沿ってある。雨季の間セイリーンパンの大部分を塩水の薄い層が覆うが素早く蒸発し広大な白い塩を残す。塩は割れて大きな多角形を作り、ソーダの白い結晶と特殊な藻類の色により独特の景観を作る。魚が一種のみ、 キクラカのアルコラピアグラハミがこの盆地の強アルカリの温水に生息し、水温が摂氏45度以下の湖岸の周りの熱水泉プールの一部で普通に見られる。湖はフラミンゴなどの小菌類でも有名である。マガディ湖は常に塩分濃度が高かったわけではない。数千年前、マガディ盆地は多くの魚類が住む淡水湖を叩たたいていた。 魚類の化石はハイマガディ層に保存されている。ハイマガディ層は現在の湖岸の周りの様々な場所に保存される一連の湖性及び火山採設物堆積物である。もっと古い更新魚には現在のマガディコよりずっと大きないくつかの古湖があったという証拠も存在する。当時、マガディコとナトロン湖は一つの巨大な湖だった。ソーダ水に含まれる色素は フラミンゴのピンク色のもとであるマガディコは広範囲な形質チャート堆積物でも有名である。湖の中で形成された清掃チャートやシリカが柔らかいうちに上の堆積物を突き破った寒流岩脈様の岩体を含め多くの種類がある。最も有名なのは1960年代にマガディコで発見された計算ナトリウムの鉱物線具体マガディアイトから形成される。 マガディ型チャートである。マガディの町は湖の東岸にあり、2005年12月からタタインディア所有となっているマガディソーダ工場がある。この工場は工業用途のソーダバイを生産している。アクセスとしてナイロビからの一本堂があり車で2時間で行ける。この湖はジョンルカレの同盟の本を原作としたフェルナンド・メーレレスの映画。 ナイロビの8の湖畔のシーンの撮影が行われた空中撮影は設定通りのトゥルカナ湖であるありがとうございます